まあ疑問に思ってる方もちょっといたので、まあ分かってる人もいたんだけど、まあそれに関してちょっと説明をしようかなと思って動画を撮ります。でこれなんだけど、今クリスタル来てるけど、どのキャラでも一応できると思うんだけど、じゃあさっきミカサでやってたら動きが速すぎて、プラス攻撃力が高すぎて、できやりにくかったです。なので今回攻撃力が低いクリスタで、武器も雑魚い武器にしてきました。まあちょっと実際にまずやってから細かくやり方を説明していこうかと思います。まあこんな感じですね。1回の攻撃なのに何回も攻撃してるように見えるというか、まあ残像なんですよちなみに敵にこうやって張り付いてるので、今これ進撃モールだけど、新進撃だと割と捕まれます、すぐに。まあ上手い人がやると多分違うんだろうけど、俺はまだ角度とかの調節が甘いのか分かんないけど、ヘボいですね。はい、まあこんな感じですね。今の感じでで、ゆっくりやるとですね、ちょっとこいつはもう一回倒そう、普通にゆっくりやると、分かりやすいんですよ。手元とかカメラで映ってたらすごい分かりやすいと思うんだけど、さらにね、ちょっと今そういうことしてないんで、やってないんだけど、ゆっくりやるとまずここでダッシュして切って、でね、こういうことなんですよ。これをただ早くやってるだけっていうか、これを早くやると、ちょっと次の巨人行こうか、早くやるとこうこうやってこうなるんですよねなんかすごい面白いことしてるように見えない、これやると。最近実況で使い出したんだけど、失敗もするし、ガスの消費も激しいし、弾かれまくるんで下手にも見えるんだけど、ハマると気持ちいいんですよね。はい、まあそんな感じですね。ボタンで説明すると、四角でアンカー打って、バツでブースト、三角で切りで、切った時にストップモーションがかかるので、そこでモーションがゆっくりになってる時に四角を押してアンカーを出すモーションに入れて、でもうクリスタはアンカーを出してるので、そこですぐバツを押すとブーストする。でもそこで、歯の切り込みが遅いと巨人に当たっちゃって弾かれるのでミスるんですよ。だからそこをうまく3つのボタンを素早くタラッ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 ってやるとうまくいくんですね。じゃあもう一回いきましょうか。まずゆっくりほいで、ここで四角を押すと本当は離れて、ブーストしていくんだけども、この離れるモーションをキャンセルすることによって自主的に電撃が食らわせれると。で俺はこれを強連撃と一人で言ってるわけ。まあ、実際の名前なんだろうね、なんかクリスタ進撃みたいな、進撃のクリスタみたいなことを、言ってる生主さんがいたらしくて、そこからなんか広まったっていうのは聞いたことがあるんだけど、俺その情報をちょっと見つけることができなかったので、ちょっとこのやり方がその人と同じなのかどうかも、分かりません。でなんか自分で適当にやってたらこれなんかできたわみたいな感じになっちゃったんで、普通に使ってます。割とバグではないと思うんですよ。私だって戦えるんだから。なんか一部ではバグじゃないかって言われてたこともあるっぽいんだけど、俺は普通にこれバグじゃないと思うんですよね。だってゆっくりやれば連携はつながるのでね、おかしな行動にはなってないので。ただミカサでやってたら、ミカサの行動が早すぎるのか分かんないけど、なんかたまに変なモーションになったりはしてたので、ちょっとなんとも言えないところですね。はい、ということでですね、今回はどうだったかなこの動画、割と参考になれば嬉しいんだけど、これで新進撃モードもかなり楽になるし、ちょっと誰か SOS 出したけど、ちょっと無視ね。なんていうの、武器が弱くても楽なんですよ。だから結局刃の、耐久度とガスの量をが多ければ今みたいなことがやりやすくなるので、おすすめです。で新進撃は消費が激しくなるの2倍ぐらいになるのかな、ので、あんまり調子こいで使ってると、俺みたいになります俺の実況を見ると分かるけど、すぐガス欠になってポッポッポッって変えてるから、まあ使いどこは選んで、
状況を把握して、ここだというところにね使う、うん、というです。あとのろしが、のろし使ってる時に使うと無限にできるので、そこはガンガン使ってもいいと思います。ただ、新進撃だと巨人にキャッチされやすいので、そこだけね注意して使うとさらにゲームの楽しさが広がるんじゃないかなと思います。はい、それでは進撃の巨人、最近ずっとやってるクンヒロでした。もうだいぶ疲れてきたので休憩したいと思います。それでは次のパートもよろしくお願いします。バイバイ。